リズムの高です。映画です。しげです。はいはい。しげでかな。しげしげだろ。しげしげしげ。今日ですね、あのなんかしげがちょっと怪我してて、今ちょっとカメラ側にいるんで、サンフレッチェエースの一個下の一番使わなかった選手を呼んでます。はい、はい、今では一番使える選手、大谷正志です。クリアソン新宿19番大谷正志です、ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まだ現役の選手というか。はい、そうですね、はい。え、今年関東一部ですか。関東一部リーグで、で今優勝して、優勝して BJFL の小学生に挑みます。すごいね、はい、最後11連勝して。え、11連勝。そうなんです。それをベンチで見て。あ、ダメてた。ベンチは出てえ、出たの。何で取った。何で取った。8点。え、8点。いや、2桁も痛いなぁ。攻撃力は、攻撃力は出た。8点取ったの。何試合。10試合。10試合勝って取った。すごいやん。こっち見すぎたね。こっちやってるすね。すいません、嶋佐さん。すごいじゃん。すごいね。いやいや、全然まだまだ、まだまだですけど、本当に。いや、今度対決企画で、確かに本当に上手いのかっていう、どっちが点取る能力あるのかっていうのを。ゴール前、なんか今、フッジーが、なんかすごいみたいになってますけど。フッジーじゃない。なってなくね。あ、タッカー。タッカー。タッカー。タッカーがすごいみたいになってますけど。あ、ゴール前で。ゴール前はね。なんか僕はなんかちょっとね、納得できないんですよ。腑に落ちないんですよ。だからちょっと今度勝負させて。じゃあもうそれは勝負から発揮して。いや本当にゴール前僕あの本当に得意としてるんで、勝負させてください、タカト。はい、ということで今日はね。ということで今回ですね、約1年ぶりに、まあ後ろ見てもらったら分かるんですけど、見てください。コバトレですよ。あのね、久保建英選手とか、はい、やりましたね。レアルの中井選手とか、うん、長友選手とか、そうそうなるメンバーがここでトレーニングしてるんです。はい、ということで今回も約1年ぶりにお呼びしたいと思います。はい、お願いします、コバさんです。コバさん。お久しぶりです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 。あれ、シゲでかくなった。でかくなったな。シゲです。はい、ということで今回ね、再びコバさんに登場していただいて、今回ですね、久保建英選手の新メニュー、トレーニング、新メニュー。この前ダメだったじゃん。僕らも成長してますから。最近ウィナーズっていうサッカーチームで僕らも動いてるんで。そうかそうか、動ける体になってる。動ける体になってるはず。そうか、1年前はそうでもなかったんだね。あれはもう YouTuber でした。そうか、じゃあ1年前のじゃあトレーニングのやつはじゃあ YouTube で見てもらって。はい、そうですね。で今日はじゃあ新メニューということでちょっとやろうか。じゃあね、竹内さんが高3ぐらいの時のメニューやってみるか。高3。これはなんか中学生じゃないですか。これは中学生だから。中学生のメニューでしょ。高3は中学生のメニューでヒーヒー言ってた。さすがに余裕でしょ、高3のメニュー。いや、舐めてもらったらいいですよ。いいっすか、舐めてもらった。いや、まあまあまあ、やりましょうよ。ね、やりましょう。やってみようか。はい、とりあえずじゃあやっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあね、まずは脇腹、脇腹のトレーニング。脇腹のトレーニング。そうそうそう。で、ちょっと一回横に寝てもらっていい。ただ、こっち向きですか。あ、立ち向き頭。はい。あ、向こう向き。はい、タック。オッケーオッケーオッケー。で、これをね、挟みます。なるほど。挟みます。はい。メディシンボール。あ、当たった。うわ、うわ。はい。うわ。はい、これ持つ。で、手をこうしっかり伸ばして。今からやるやつはね、当たり負けしない。高3、まあ、中学生の時はやりましたけど、ここのトレーニングです。ここね。で、これを、俺が足を押さえるから、はい、上に上げて、10秒。こうすか。うわ、ちょっと上がらん、上がらん。上がらんじゃなくて、上で10秒。10秒マークして、そして上で10秒。竹内さん10回。そうそうそう、竹内さん、高三イメージ。バトセットフットボール。はい、いくよ。ここね、ここね。はい、じゃあ上げて、集中して集中して。はい、もっと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 。はい、1、もっと上げる。笑わない。3、4、もっと上げる。5、スルコマさん。7、8、9、1回目を1回目を。9が落ちてる。顔がここにあったよね。するするする。ここだからね、顔が。ここまで邪魔だよ。ここの、ここまで持ってこなきゃダメなのよ。いや、これマジでやばい。ちょっと一回シゲやってみる。シゲ、僕ちょっとイメージはできてるんですよ。イメージは、だから、シゲ行こう。ここから、シゲ行こう。イメージは、こうですよ。こうですよね、OK です。そんな勢いでいけるよ、お前。いや、まあイメージが大事なんで、こういうの。あ、待ってますよ。目立とうとすんの。
現役なんだよ。現役なんだよ。いや負けてられないです、本当に。ガチでいきますよ。ガチでいきますよ。ガチでいきますよ。はい。最高。はい、いけて。あとはこう踏ん張るときね、あしたら頭がこう重心がぶれない、なるほど、そういうのを使える。結構ゆっくり、ほんとゆっくりいこうか。最後、せーの、はい、上げる、上げる、持ち上げる、はい、1、2、もうちょい行こう、もうちょい行こう、4、5、6、7、8、9、はい、OK、いいんじゃない。まあ、貯金があったか、逆にね、今悪くはないですよ、うん、悪くはない。え、これちなみに何セットぐらいやるんですか。3セット。あ、10秒3か。でも今10秒キープしたから本当は10回起き上がりで。なるほど。今のキープだけだった。なるほど。10秒でキープしてから10回起き上がり。うん。え、それ高速のやつなんですか。そうだよ、ルルシゲ、良くなった。シゲ、大丈夫いいか、シゲ。あ、俺シゲ、ウィナーズの選手ならね、まあ、いや、もちろんもちろん当然ですよ。だから、10秒キープを10回やってみよう。お手本見せて。10秒キープの10回ね。マジで10回現役だから、ゆっくり上げてな。ゆっくりね、ゆっくりね。そんな読んでください。関東リーグ初勝利行こう。最高、早上げて。ナスタイプ見てるから。1、2、高い、3、いいね、4、強いわ、5、6、7、8、9、10、はい、ついて、1、はい、2、3、4、5、はい、6、はい、こことピッチが仕事、はい、9、はい、10、おー、いいね、いいね、いいね、あー、すごいすごいすごいよ。それはね、弱いってことだね。じゃあそうですね、ね、こっちは強いけどね、こっちはちょっといきなりやりすぎましたもう、バーン OK、今5キロでやったからさ、まあ最初はなしでいいからね。あー、できない人はもう徐々に徐々に。そう、竹下メニュー出たらこれにしたの。これやったらわかるけど、久保選手すごいわ、うん、すごいね、ほんまにすごい。しかも学生の時にやった。そう、高校3とか。いや、これは中学ぐらいだよ、全然。今中学校のみんな、今もうこれやりましょう、はい、よし、じゃあ次行くよ。よし、これ使います。ウォーターバッグ来ました。ウォーターバッグ来ました。これ前回ね、これでみんなやられてるから。これマジでイメージで、イメージで、はい、持ったイメージにして、はい、片足上げて、本体、オリソンから、でそこから瞬間的にパッと変える、はい、そうそうそう、で止める、はい、パッと変える、パッと止まる、パッと止まる、パッと止まる、せーの、パッとで膝、ピンと伸ばさないと、軸足はね、やばい、はい、軸足伸ばさないと、これが、違う、うるさい。お尻、あんま言うてへんの、せーの、はい、はい、で止める、止める、膝伸ばす、足伸びてる、そう、はい、スタッ、いや、これが、これができんじゃん。そうだよ、これでね、そう、片方10回ずつなんだよね。膝ピンと伸ばさないと、お尻が、あ、なるほど、なるほど、そうそう、なりました。はい、来た、あー、イラついてる、これもダメだよ、これもイラついてるから。はい、はい、あー、どうするの、その叫び何、これマジでできないよね。違う、これ地味やけど、これだけでやばい。軸をつくためにやっぱお尻と膝前、これが揺れるから、これ揺れないように土台の体幹をしっかり鍛えていきたい。どうする、これやろうか。いや、一回目だった。もう無理や。もう無理、さっきはもう見えてる、未来は見えてるけど。よし、もう上げて、そう、重いので、重いっていうか、のバランスがさ、そう、はい、よーい、パッ、あー、ついちゃいけない、せー、はい、せーの、パッ、せーの、パッ、はい、3、こっちから見たらいいね、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、あ、慣れてきた、はい、9、スイッチ入ってきたよ、はい、OK、 OK、 あー、はいはいはい、じっくり食らってみたい、
こ敬語敬語何もなしで、これむずい、ほんまに。だから意識はピタッとこうお尻で止まる、あと太ももの筋肉を使う、そう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 、それそれそれ、うん、空前師匠これブレない、全然ブレない、やっぱこれやっぱ、だから頭を動かさないようにするイメージ、頭のてっぺんに物が乗っかってるっていうイメージでやればある程度できるようになった軸は。ちょっとやってみよう、手を持った状態で、はい、せーの、はい、ポン、うん、はい、ポン、うん、はい、ポン、いい、はい、ポン、そうだね、はい、はい、ポン、いい、はい、ポン、はい、ポン、はい、はい、ポン、オッケーね、これでちょっとスイッチを入れて、まあこれ入ったらすごいことになるから、ちょっとめっちゃ売れるよこれ、めっちゃ売れる、やって、はい、せーの、はい、1、はい、マジで、せーの、はい、2、せーの、はい、3、ちょっとマジこれやばいよ、もう汗やばいんだけど、マジでやばい、汗やばい、行くよ行くよ、はい、ここ見て、せーの、はい、意味ないから、はい、いやマジで、コバさん、コバさん、せーの、ちょっと待って、コバさん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 、はいはい、貯金貯金、はい、せーの、一、はい、あ、マジで、はい、行く、せーの、一、はい、二、はい、ちょっと行く、貯金が、貯金が、貯金がないですね、マジでできる、そうよ、シゲはどうする、シゲ、だからもうこれができたとしても、うん、もうほんまにこの揺れがちょっと起きただけでこうなるんですよ。だからもうちょっと我慢してやってもらって、何もない状態でこう自分でこうやってやってみる、見てみる、そしたら変わるから、ちょっと一回、ちょっともう一回やったら、うん、スイッチをね、どう入れるかな、タカ行こう、タカ、完璧にやってくれ、こう、よし、はい、1、イメージがすごい、せーの、頑張って、はい、1、はい、2、はい、3、いいじゃない、はい、いいじゃない、4、はい、あ、いい、5、さっきはすごい、6、いいよ、顔がいいよ、顔、シッチ、順番性がすごい高い、はい、8、はい、顔が高い、ラスト、あー、ラスト、出た、叫び、ラスト、はい、あー、深い、あー、お前、うっさいよ、なんだね、俺はな、俺ちゃうから、何もない、何もないところで、今は俺から降りて、ここでやってみて、同じように、はい、あ、もう手を、手を使っていく、せーの、そこまでこう、せーの、はい、はい、ドン、はい、ドン、すごい綺麗、綺麗、はい、綺麗が、綺麗綺麗綺麗、はい、はい、まっすぐまっすぐ、はい、もっと早く、はい、はい、ドン、こんな感じになる、わー、めっちゃ綺麗出てるわ、稽古行こう、めっちゃ安い、ちょっとめっちゃ綺麗だ、めっちゃ安い、やっぱ反応スピード上がってますね、稽古でちょっと、ちょっとだけ少し体験やばい、ブルーベリーそんな大丈夫、そんな大丈夫、ブルーベリーやつにしちゃダメ、優しかった、色色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 出た、スイッチスイッチ、はいはい、一、はい、二、はい、三、はい、四、いいよ、あ、頑張れ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 、そこそこそこそれ、行こう、ちょっと、ちょ、お前こいつ、こいつよし、こう、5回行こう、5回5回頑張ろう、マジでこれ頑張る、観客いる、観客いる、はい、みんなで、はい、はい、2、ミラス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 、3、ミラス、ゴー、ミラス、ゴー、4、ミラス、ゴー、ミラス、ゴー、ミラス、ゴー、オーケー、はい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 、うわ、きつ、やばい、じゃあ何もない状態で、はい、ポン、はい、ポン、おい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 、オーケー、おい、ゴー、ゴー、これはいいわ、ね、スイッチね、これ上行っちゃおうかな、よしよしよし、これも当たりとかの時、当たりっていうか、これはどうするかって言ったら、あの、そう、一歩の動き出しと、あとは瞬間的にクッと踏ん張った時のターンとか、そういうところにこういう、そう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 、こういうところに、もう次回のウィナーズがすごい気になってくるね、ちなみにこのマットとかってもうそれ用のやつですか、中がさ、高反発低反発入ってるから、多
分立った時もさ、グラグラするんだよ。めっちゃグラグラ。だからこのグラグラ感がいいわけ。立ってるだけで、うん、足首が強くなる、ね、そう絶対強くなる。そういう意味でもここの上に立ってこうね、不安定な状態からしっかりこう立てるっていうのが大事なこと。後半がグラウンドになった時にもう踏ん張りくると。そう。これどこで買えますか？うちで買えます。らしいです。よろしくお願いします。はい、じゃあどうだった2種目。いや、これ、なんか、まあ、そんな目立ったやつじゃないんですけど、一個一個にこう全部の要素が組まれるというか、なんかこの腹筋も瞬発、最後の10回僕はやってないですけど、10回とか多分きついよね。いや、もう、あのなしでこれですら、ここのマットの上がきついですよ。だからできない人は絶対さ、そうだね、そこはね。そうだからまずは体幹の土台を作って、うん、そこから下半身の筋力を作ればこう連動できるね、その怪我をしない体になるから。まだまだ若いから怪我しないからね。ちょっとシゲにもやってもらいたいと思うね。いやーシゲ後半大事に俺シゲにぎまらしちゃうシゲだシゲにぎまらしちゃうシゲにぎまらしちゃうにぎまらしない体にもそうです。ちょっと入れてもらいたい。シゲ後半抜きでめちゃくちゃいいドリーム、はい、毎日やることによってついていきますよね。そうみんなそうまたコバトレしてパフォーマンス上げれるようにしやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日は何竹下チャレンジは失敗ってこと？どうなんすかこれ。いや、チャレンジする土台を作るためにまず来ました。それがいいぞ。次回まだなんかあるんですか？段階進めよ。次はいつにしようか。また1年後？いや、半年後。半年後くらいに、なんかまた、コバトルシールを、コバトルシールをいただければ。オッケー、OK、そうしようか。そのために頑張ります。よし、僕は。よし、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また、コバさんのチャンネルの方でも僕たち出演して、概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。あと、もう中高生におすすめのトレーニングが満載なので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた、次の動画で。See you!シゲさん見つけました。なんかウンパルンパさんやめてくださいます。ウンパルンパさんコバトルします。なんすかバモスイーフットボール。